ちのカメラ大丈夫？あ、大丈夫です。ああ私はやってるってことは、はじめとかも知ってる？あ、はじめさん、はい。中曽根はじめ。はい。同級生です。あ、そうなんですか。うん、大先輩で僕の、いつもお世話になってます。大先輩って言わなくていいわ、あんなのに。って言ったらいろんな人に怒られる。もう怒ろうかなと思いました。嘘です。で、確かにすごい 歌の人だからね。中曽根はじめさん、上川聖人さんの弟子で、一番弟子というか、もうキャリアも20年超えてるからね。めちゃくちゃいい人だよね。うん、うん、はい、じゃあ行きます。あ、FEC チューンド 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 FEC チューンド。キラキラ光るお空の星よ。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送でお届けしております。はい、あ、5月の28日でございます。急にテンション低くなってるらしい。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ね、沖縄はまあ梅雨真っ最中ということでね。だから梅雨入りしてから全然雨降らなかったけど、うん、急に降り出したね。急に降り出しましたね。昨日ぐらいからか。うん、だからもうこれはあのフリーメイソンのそんな関わってる深く関わってます。深く関わってる。深く関わってます。フリー、まあでもなんか、うん、いろんなところにフリーメイソン関わってるからな。だってもう、うん、森光さんがつけてるメガネも、はい、もうあれですからね。フリーメイソン？もうはい。オンデーズのやつ？オンデーズ。嘘。もうな全然情報が来ないんだけど。関わってるっていうことだけ言われて、梅雨もさ、メガネ関わってます。いやだから何かちょうだいよ。何かほら、これで高校で実は裏でこうなってるからフリーメイソンみたいなのあるじゃない。ね、はい、メガネってこう、うん、目をこうあのちょっと視力弱い人がかけて、はいはい、矯正するじゃないですか。うん、はい。違う、分からんばよ。工程がもっと必要だばよ、それには。はい。今半ズボン履いてますよね。はいはい、はい、もうフリーです。なんだばそれ。半ズボン履いてますね。半ズボン履いてるやついっぱいいるだろ、夏なんだから。フリーメイソンです、うん、今視聴者数が、はいはい、あのまあトータルで12名なったんですけど、うんうん、もうフリーメイソン。いやおかしいだろ、別に12っていう数字関係。じゃあもしかしてこれも、はい、なんかこの俺のマイクがオレンジ色の防風ついてて、うん、タイガーのマイクが赤色のマークがついてるのもこれもフリーメイソン。いやそれは、フリーメイソンであれ。それは FM ギノワンの好みです。なんだろそれ。チョイス。FM ギノワンのチョイス。スタッフさんのチョイス。もうフリーメイソン見つけたいな。じゃあカラーリンク書いてただけです。タイガーのメガネは？俺のメガネはフリーメイソン。ああ、フリーメイソンなんだ。はい、もうしっかりと視力矯正してるから、メガネかけるじゃないですか、うん、耳に、うん、フリーメイソンです。いや分からんばよ。簡単じゃないから、フリーメイソン見つけるのって。そんな、もうちょいクレアじゃん、フリーメイソンのなんか道筋みたいなやつ。俺に難しいから。いやもうこれはもう感覚的なものです。だから感覚じゃないだろ。感覚的なもの。なんか関わってるから、なんかその道筋みたいなのあるでしょ絶対。だそれ
俺はもう俺は導かれてるから、もう何がフリーメイソンで危うい考え方のやつなってるよ。そうじゃないか分かる。自分を導かれてると思ってるタイプの危ういやつ。今肘ついてるでしょ、フリーメイソンです。フリーメイソンじゃないだろ、これは俺の意思だろ。右肘でついもうこれはもう操作されてる。もうじゃあ外しますよ。はい、もう今もう今フリーメイソンです。なんだわ、だからそれフリーメイソン、フリーメイソンって言えばなんとかなると思うなよ。フリーメイソンの意思でもう外れてます、うん、今。そもそも何フリーメイソンって全体像がわからないんですけど。聞いたことあるけど。フリーメイソンの意思で今外れました、うん、今は。あの三角のピラミッドの目のマークのよくわからんやつだろ、うん、もうダメです。もう秘密結社の燃やされてます、森光さん。フリーメイソンに、うん、俺は全然掴めてないのにフリーメイソンに、うんうん、だからもう無意識に操作されてます。搾取されてる側ってこと。フリーメイソン、そう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 。富川森光8文字ですね、はい、フリーメイソンです。親に謝れ。親が大切につけてくれた名前に謝れ。親フリーメイソンです。親俺申し子やしじゃん。フリーメイソンの、あなたの親はフリーメイソンです。申し子やし俺、はい、666666です。フリーメイソンです。もう分かるよね。はい、あーやばいやつが、やばいやつ、やばいやつが来ました。情緒不安定女の子ですね。最近どうしてるか。情緒不安定しないとあんななんかちょっと色パッパラパーな服は着ない。確かに情緒不安定、情緒不安定です。ひらひらテフテフって書いてちょっと今日少年みたいだね。ね、なんか後ろ弱ってますけど、うん、あほんま清作さんとかしか着ない。本当だ、憧れの清作さんやし。生放送お届けしていきますが、怖い怖い怖い。ミキサーがフリーメイソンやってる。あーもうキャンさんは、うん、もう完全にフリーメイソンです。完全にキャンさんは完全です。もういいよフリーメイソンの話、うん、キャンさんはもうバレたじゃないわよ。キャンさんはそうです。いや A じゃない、こっちが A だから。A じゃなくて、いや俺ヤギ丸のロッジの隣の教会の出身だから。ほらもうほらキャンさんわからんけど、キャンさんは密接に、フリーメイソンがそこルーツとかわからんけどさ、密接に。どこだばヤギバルの教会って。これはあれ、はい、魔漢工作法です。気候法なそれ。魔漢工作法二つ指だから、はい、今突っ込みましたね、うん、気候法ですって、うん、フリーメイソン違うだろや。気候法何、気候法何文字か数えてください。俺なんで掴めてないのに一番フリーメイソンだわ。いやもう操られてるって森光さん。なんでよ。気候法って何文字か数えてごらんで。気候うほう五文字です。五文字ですね。うん、フリーメイソン。全部やし数字。六六六じゃないわフリーメイソンは。だんだんと興味持ってきましたよね。うん、まあ興味っていうかな。うん、今ギャラリーの外に、うん、あのグリコポーズをしてる。ああ。前番組に。はい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 、はい。MC 陣が3名います、はいはい。うんうん。あれはフリーメイソンじゃありません。よかった。よかった。あれは違います。あれはギャラリーさんです。ギャラリーさん。ギャラリーさんです。うん、はい、ギャラリーさん。ギャラリーさんなんか、うん、なんかもういじるのめんどくせえな、なんかギャラリー。確かにな、癖がなんか難しいよね。多分一人一人何ありだっけ。確かに、うん。おそらくだけど、うん、多分まだ掘り下げきれてない。はい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 。あのメンバー同士が、うん、もう俺なんかはもう。もう30年近く生きますけど、はいはい、はい、もう見たら分かるね。分かります。うん、何がよ。何がよ。森光そこで止まると思わんだろ。見たら、うん、分かります。だからさっきからもうやんわりのことしかないわけよ、情報が。怖いわけよ。触れるのがいっぱいあるんですけども、はいはい、今日ゲストさんが来てます。ありがとうございます。こんばんは。あ、僕今声入ってますか。はい、あ、まだ喋った後です。まだそう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 。一回オープニング締めようか。一回、はい、CM 行きまして、はい、ゲストさんちょっとお話ししていきたいと思います。おい、じゃあ CM です、どうぞ。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけてね。今度お話ししましょうね。タツさん、はい、僕の耳って、はい、聞こえてないですか。はい、音は分かりますか。今どうです、変わってます、うん、これは、うん、あ、俺のがでかくなってます。抜けてるかもしれないですね。これっすか。
あ、聞こえた。ありがとうございます。FM ギドマン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラ王子様ラジオ生放送でお届けしております。ヒカルさん、ツイキャスありがとうございます。ブルーミーさん、ユータさんと来てますけど、はい、でも映像遠目で見たらちょっと似てるかもしれないですね。確かにうちの FEC の俳優部門の子、はい、ちょっとじゃあ自己紹介してもらいましょうか。自己紹介してもらいましょう、はい、じゃあマイクも入ってると思いますのでよろしくお願いします。はい、琉球古典音楽演奏家の中峰義盛です。よろしくお願いします。お願いします。義盛は、はい、組踊りだったりとか、はい、沖縄の古典音楽に、をやられてる方ですけれども、はい、僕なんかの同級生で高校の頃の、はいはい、そのつながりでね、はいはい、来ていただいております。気づきましたか。何ですか。義盛。義盛気づきました。え、義盛四文字。吉森は俺なんかの同級生です、うん、フリーメイソンじゃないわや俺は気づいてるよ。気づいてたから俺は発信したわけよ。でも気づいた感じ出しなかったよ。なんかないや、うんじゃないだろ出してただろ。なんで気づいてないのに紹介できてるもん。これもフリーメイソンか。もう、うん、森光さんは完全にもう、うん、洗脳されてます。なんだろ、洗脳無意識なうちに。今日は吉森が、はい、ちょっと僕なんかと久しぶりですね、っていうか、はい、だからよ、そうそう、コロナになる前とかは結構月一でね、うんうん、いろいろ一緒にライブやったりとか、はい、イベントをやってましたけども、してましたけれども、おしゃべりつつつ、うん、しつつ操られてますか、はい、大丈夫ですよ。なんか今日、うん、三振も持ってきてくれてますけれども、一応持ってきました、はい、あ、でも今日はなんかフリートークって聞いてたんで、はいはい、ここなんかおしゃべりだけするのかなと思って。あ、それでも全然いいです。よければ でもしかしたら、はい、吉森の三振の演奏を聞きたいっていう人もいるので、はいはい、ありがとうございます。何かちょっと一曲、はい、で俺なんかももう本当に確かに本当に会うの久々だし、うんうん、3人で会うのは久しぶりです。1年以上ぶりで、うん、だよね。というのも、うん、僕2月に実は娘が生まれて。あー、おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、何もご祝儀も準備できなくて。いえいえ、はい、でさ、はい、最近、はい、森光から電話があって、はい、何してるって言って、はい、久しぶりに会おうぜって言って、おうおう、お祝い持ってきてくれたよ、はい、私に行きました。ありがとうな、森光。いえいえ、森光ありがとうちょっと後で銀行行ってこう。ちょっと後でね。そうそうそう、だから見たんですよね、ツイッターとかなんか SNS も見て、うん、その話はしてたんですけど、 なかなか会いに行くタイミングがなくてですね。でも吉森ひどいぜ。だってなんで、だ2月だっけ吉森はひどくないよ。いや、まあ、吉森が2月にこう、うん、お子さん生まれて、まあ、SNS とかに各種上げるじゃないですか、はい、で、ね、4月の、うん、後半ぐらいに吉森からプルルルって仕事中電話かかってきて、うん、でだまだま電話取れたから、うん、もしもしって言って、あ、今大丈夫って言って、うん、あ、森光ちょっと報告があるんだけど、うん、子供が生まれました。知ってるわSNS で見たわって。おめでとうございます。違うさな、直接連絡したいのはあるさ。まあまあ、まあ、そういうことですよ。え、もうどのタイミングで思い出したってならん。違うよな、バタバタしてたのかな。吉森もいろいろ忙しいんどうこう、うん、な、実演とか仕事とかいろいろやっていく中で、確かに確かに、だから、うん、森光に連絡するっていう、うんうん、この何なんていうの、今日のタスクみたいな、そうそう、うんうん、タスクが、うん、そこだったわけ。相当後回しにされてるやし俺。これ難しいよねSNS さ、うん、もう俺結婚した時も、はいはいはい、SNS に上げたわけさ。親戚のおじさんから、お前なんで電話しないで SNS に上げてるって難しいなと思って。いや、まあまあ全然いいんですけど、うん、いやでもそれはな、うん、もう本人の上げるタイミングだから、確かに、うん、何の問題もないですけど、うん、来ました吉森から電話。多分、うん、俺はかかってきたけど取り切れてなかった。ああなるほど、分からんけど。あ、その後電話してないか多分。ああ、じゃあまだ聞いてないってこと。俺はだからまだにまかには信じがたい。まだ嘘じゃないかと思って。本当に生まれてるかって、はい、
え、じゃあまだ生まれて、うん、今いくつです？100日経って、おお、今日寝返りめちゃくちゃしよった。寝返り記念日でした今日。すげえ、めっちゃなんか祝いのタイミング持ってくるな、うん、合わせてくるな寝返り記念日だから、なんかさ、そのわかんないです、お祝いも渡したいんだけど、うん、いや俺なんかも子育てとかって全くしたいことはい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 、いいんですけど、なんかこんなの、やっぱりこんなの欲しいなみたいなのあるんですか？ああ、洋服さ、うん、いただくんですけど、はい、1年後のやつとかもらったら嬉しい。なるほど、ね、なるほどね、1歳とかもう、はい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 、うちの実の父が、うん、買ってきたよって言って、うん、もうめちゃくちゃピチピチの洋服から、はいはいはい、もうやっぱ成長が早いから、そうそうそう、着れる期間も短いし、上手い人は1歳頃になったら着れるはずって言って、はい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 、上手いね、あーいいなーと思って。なるほどね。でも難しいですよね、うん、子育ての時のお祝いとか。女の子、はいはい、女の子、そう、いいんじゃないですか。じゃあ今もうね、お前お父さんになったんか。なるよ、やばっ。そうだよ、ちょっと今、うん、我に帰ったけど、俺家に帰ったら娘抱っこするわー、そうだよな、ま、だ自分でも信じられないな。そうだって、僕挨拶しに行った時に、うん、ちょうど娘ちゃん見せてくれて、うん、吉森がこう抱っこしながら、うん、階段からカッカッカッって降りてきて、でも娘さんも可愛いわけよ、うん、クリクリの目でほっぺたんぷにぷに、いいですね、俺の顔見たら、って泣いて、うん、何でこうしてるか、うん、フリーメッセージ、感じ取られてるやし危険人物として、怖い怖いって思ったんだでこう吉森があやしてるのとか見たら、あ、お父さんなんだな、いいな、うん、娘ね、いいっすよ。なんか歌とかも聞かせてます？あのさ、聞かせて、うん、もう究極にも、ね、寝る、聞かないと寝ないぐらい。その子守歌代わりにってこと？子守歌代わりに。それは古典を聞かせてるの？琉球マジ古典、なんかすごくなんか贅沢というか、ね、いいな。逆にこのリズム感のある音楽だと、はいはい、ちょっと盛り上がって寝れないみたいな。古典はとてもゆったりしてるさ。なるほどなるほど、あれで寝る ね。あ、でもアーキーのところとかでもバーってなるね。おーアーキー懐かしいな古典音楽でアーキーをあれセリフだからあれアーキー組踊りのセリフだから、簡単詞で一番盛り上がるときに使うのがアーキーっていう、情が一番高ぶったときのね、はい、このセリフなんだけど、めちゃくちゃ声張り上げる一番大きい音でしかもこれあんたが今言ったみたいに雑なそれはもちろんだけど声しがれる感じで言ってないから気になる方見てみてください、組踊りそっか、いいな。じゃあちょっと準備しますわ、はい、しっかり、いや、はいはい、本当に渡そうと思って、はいはい、でもそうだな、時間も経って完全に忘れてましたんで、そうそうそう、感づいてた、なんかするなみたいな、俺が電話した時、何かなと思った、急にだもんな。え、じゃあ不意にってこと、その電話があってどれぐらいで、その何ですか、ね、7時前ぐらいに電話して夕方の、うん、で、吉森今大丈夫、会えるみたいな、これは今日、あ、うん、違う、今日じゃない、その電話があった時、ちょっと前に、よし、あ、なるほど、吉森から電話があってしばらくしてからってこと、しばらく、もう今月、あ、なるほどね、で電話して、うん、で吉森が、あ、いいよって、今ちょっとリハーサル中だから、うん、後でかけ直すって、はい、かけ直してもらって、でできればあわよくば家に行きたいなと思ってたけど、はい、急に家に行っていいって言ったら、うん、なんかんってなるじゃないここなんでこいつみたいになるからそうだな、そうそうそう、一応まあ吉森のところ行くよって言ったら、ちょうど吉森が、うん、今家行ってちょっと娘あやしてるから、うんうん、家まで来れるって言われて、うんうん、もうガッツポーズですよ、ちっちゃい、うん、でそのまま行って8時ぐらいか、8時ぐらい、もう別にちっちゃくなくてもいいけど、別にいいやし、誰も見てないから、大体1時、誰も見てればよメインプレイスの東急ハンズだばよこっちはやってほしかったけど大きくうん、そうだな、はい、森光さんもじゃあ何言う、だ結構迷ったんですよ、うん、その正直な話、あれ男の子だったかな女の子だったかなっていうのもちょっとあやふやで、うん、でも聞くわけにはいかないじゃないですか、うんうん、聞いたらバレちゃうから、はいはい、どうしよう、でも洋服とかって、でもやっぱりなんか奥さんの好みとかがあったりしたら、うん、ちょっと着づらいかなと思って、はいはいはい、パンパースもなんかやっぱりお家によってこれじゃないと子供が着ないとかあるから、まあね、どうしようと思って、うん、最悪
吉森と奥さんが使えるやつで赤ちゃんも使えるやつがいいなと思って、エナジードリンク使えるかや、目バッキバキなるだろ3ヶ月の赤ちゃんが死に癒やさずなガーってな、何をモンスターとかあげないですよで、たまたまいろいろ見てるうちに、はい、いいタオルがあったんですよタオルって結構やっぱり消耗品じゃないですか。まあでももらったらタオルって使うからな、洗濯してたらちょっとガサガサしてくるし、うんうん、どうしてもいいタオルでも、はい、だから、まあ、これだと赤ちゃんもこう包んだりかぶせたり拭いたりもできるし、うん、最悪吉森たちが使うこともできるなと思ってタオルを選択しましたね。いいな、はい、もう全然前触れがなくて、うん、なでしかも同級生があと一人いて森光の連れで、だから久しぶりだから会いに行きたいみたいな雰囲気だったの。ああ流れ的にはね、お久しぶりってなったら、はいはい、持ってきてくれてて、おいおー持ってきてくれたから娘見せてあげたこれじゃあ仮に持ってきてなかったら娘なかったってことひどいないやでもいいタオルで、そう、ありがとうね。じゃあ発信でその人と一緒に、僕発信じゃないです。ほらその子でしょ多分。あ、まあでも一緒に行って、うん、買おうってなって。ああなるほどね。うん、で買おうで集まったんですよ。吉森にプレゼント渡そうぜみたいな。あで集まったの？そうそうそう。たまたまと思ってた。久しぶりになんかどうするみたいな、なんかちょっと会おうってなって、うん、あじゃあ吉森のプレゼント買おうってなって、あいいねってなって、うん、買いに行って、でなんかその友達が、うん、タイガにもなんかタイガ結婚してないけどなんか結婚した体であげようかなって誰なのそいつえうちも知ってる人、知ってる知ってる知ってるし、そっか、うん、なかなかユニークな、そうそうそう、考えを持ってますね。シュプリームさんが、全国共通日本銀行券って言ってるんですけど、はいはい、どうしますこれ一回これはミュートします、この保留で既読スルーでいきましょう。既読スルー、大体既読スルーですけどね一旦先に、あ、キャンさん席外しちゃった。そうですね、シュプリームさんからやっぱ女の子は可愛いと、はい、でシュプリームさんのところの女の子は可愛すぎて、中2まで一緒に風呂に入ってた。あ、お風呂ね迷うね。まあだからこれも今からだもんね。でも、うん、本当にそう遠くないっすよ多分。もうだ生命保険とかの CM が泣ける、はいはい、あれさ、お父さん側で作られてるんだなって初めて知った。なるほどね、娘が小さくて、うんうん、結婚して、はいはい、ウェディングドレス着て、はい、お父さんこうやって見守って、うん、30秒経ってなんとか生命ってなるわけさ、はいはい、もう俺それだけ見て娘抱っこしながら泣きそうになってる初めて気持ちが分かって分からんけど多分もう本当に20年とかあっという間だと思う、うん、だよね多分。確かにな、だって俺なんかが今芸人やって、うん、あと2年ぐらい経ったら10年そうだね、そうか10年なんだ、なります、なります、すごいねって考えたら、うん、10歳は多分すぐ来るだろうし、確かに、じゃそれこそ中2とかあって、うんうん、もう秒ですよ。確かにな、秒だな。いいな、どんなところが可愛いっすか。まあ全部だと思いますけど、もうね、ただいまーって来たら、はい、ニコって笑うわけ。すべての HP が回復する疲れが吹っ飛ぶって言うけどな、うん、本当にそうなんだ、もうギューンって回復してもう明日の活力 OK、こればっかりはちょっとね、いやだから子供いないとわからない、いないとわからないんだろうな、うん、子育てって兄弟ともまた違うしな、うん、あそうね、うん、俺14個だから下に弟いたから、はい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 、父ちゃん母ちゃんの子育て手伝いしてたけど、あそっかそっか、だからそんなんとのやっぱ感覚ともまた違うわけでしょきっと、うんうん、いいなぁ、いいですね、ね、うんうん、今日はこの子供のまだ子供話にし用しに来たんですか今日。だからタイガからお祝いもらいに来たんですよ。いや言ってくれよ。いや俺も気づかないといけんけど。まあ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 。そっか。で俺今日行きながら、はいはい、スタバで自分の飲み物買おうとかって思ってたよ。そしたら閉まってたからって言いながら下打ちしながら、はい、こっち来たのが本当アホみたいだわ。
ちゃんと用意しますんで、じゃあ。いや、もう、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと、31日に大きく給料入るので。やった。はい、それ以降で、ね、何か。そう、洋服はちょっとでもな、なんかその、そうなんだよ、センスなり。難しいよね。難しい。人にあげれないもん、俺たちも。子供、誰か子供生まれたら、うんうん、何がいいの、結局ってなって。うん、何が欲しいのって言われても、うん、初めての子供だから、そう、はい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 、何が必要なんだろうって感じで過ごしてるね、毎日。だ、なんか先輩とかが子供生まれる前に、まあ、生まれるって聞いてたから、うん、なんかおむつ何使ってるんですかとか、前の子供の、はいはいはい、聞いてて、なんかパンパースしかなんか履かないから、うんうん、パンパース使ってるよみたいなの聞いてて、あ、じゃあパンパース買おうとかそういう風にしたけど、うんうんうん、なんだろうね、もう行ったらもう何買うって言葉で、言葉で、うん、いや、その方が俺はめっちゃ助かるもうそれこそさっき日本銀行券見てたけど、うん、なんかトイザラスで使えそうな俺、はい、今3000円分ぐらいのやつ買おうかなと思ってるよ、うん、あー、おもちゃ的な、いや、なんかそのトイザラスで使える、あー、あの、はい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 、はい、あればなんかその都度、あー、確かに買えるかなとかって思って、まあ、ありがたいです、それもいいね、スタバカードでも、まあ、うん、そうな、うん、奥さんと一緒にね、うん、なんかね、食べてもらえたらいいし、なんかドローンとかあげたらいいね空撮してから、自分の赤ちゃんな自分の赤ちゃん空撮するのガーって空から持ってこうかドローンに詳しいんで、キャンプ、あ、そうですか、はい、だから高い高いしながら、はいはい、奥さんに高い高いしてもらいながら空撮できるし、あ、そうだな、こういう感じで、あ、外でやって、外で外で奥さんが怒るはずな、ブーンってうるさいってね、いや、いいっすね、いい限りだわね、一旦コーナー行っときます、コーナーとかあったっけ、写真、シャメクリクラブ、シャメクリクラブ行きますか、写真届いてるかな、ね、届いてる、いっぱい、よいしょ、やり忘れそうなので、 Gmail の、あの、Gmail ってとこでしょ、これですかね、はい、はい、下から、こっちからか、あ、こっちからか、こっちから、あら、今日は8時半のパーソナリティさんが送ってくる、おー、そうなんですか、おはようございます、呼んでみましょう、はい、キャンシーキャンさん宛てに来てる、キャンさん宛てに来てるなちょっと、はい、嬉しいですね、ラジオネーム伊藤さんですか、おはようございます、はい、ありがとうございます、テーマ2ということで急遽、はい、浅草の、浅草寺で、これもなんかややこしいな、これおそらく朝5時半だと思うんですけど、はい、朝って言ったら浅草の変換になっちゃったんでね、これね浅草の浅草寺で浅草5時30分に撮影した、仲睦まじい2人を撮影した1枚です、ほう、年を重ねてもこのように仲良く歩いてみたいですねと聞きました、あら素敵ですね、素敵、浅草寺行ったことありますけども、こう、まあね、あのお店、まあ、朝早いから、待ってめっちゃ剣道してるやついるやし、一人いる、ほら柱のところからこれやばくない、これこの後絶対直進したらぶつかるよ、これ剣道してるさ、この人ヘルメットみたいなかぶって首にタオル巻いて、ほんとだ、寒いんでしょうね、多分ね、きっとちょうどなんか柱からさーってなんか魔法みたいな感じで出てきてる感じするけど、そうですね、あー、なるほどね、この人のだけちょっと動きがちょっとぶれてますけども、うん、うん、いいじゃないですか、いい写真ですね、色合いがだからこの今モノクロにしてるんで、うん、なんだろうな、この雰囲気と合ってますよね、はいはいはい、掃除の感じと、で手前に、右手前にはこう杖つきながら、うん、おじいちゃんおばあちゃんですかね、うん、いい靴履いてますね、本当だ、うん、足にあんまり負担のない靴、いい写真です、伊藤さんありがとうございます、おはようございます、しかもめっちゃすごいよこれ、なんすか、なあったかな、あの2ということで多分浅草寺の5時半なんですけど、はい、これ多分、はい、今年撮影したやつですよね、きっと、はい、今年かな、どうだろう、分かんないですけど、2020年、はい、去年なんです、あ、去年か、去年の多分これデータじゃないですか、はい、
これ本当だ。2022年2月22日。すごい。おそらくですけど、はい、だから本当にそういうのを取りに行こうと思って取ってたんですよ、きっと。なるほどね。2が重なるでテーマ2ということで、はあ、だから、うん、この伊藤さんにそういう話をしてたんですか、たまたまこういうコーナーをやってる芸人がいるよっていうなってて、うん、じゃあ俺が撮った写真があるから、おお、それで撮ったんですよって話してたら、あ、じゃあ送るって、ほら、につながりで、すげえ。伊藤さん、ラジオ聞いてくれてるか分かりませんが、はい、もう今後ともよろしくお願いします、はい、します、ぜひ、はい、ちなみに伊藤さんがこのスタジオの名付け親で、天空スタジオって呼んでます。お、こっちですか。ちょっとそれは呼ぶかどうかわからないですけど急なステーションって俺なんか言ってるからな。そうですね、ただ伊藤さんが、はい、伊藤さんのこの メールの冒頭が、はい、キャンシーからキャンシープラス金ピラのお二人になった時には、はい、そうですね、もう本当にあのコロナ明けた時に一回杯を交わしました、うん、はい、聞いてくれてることを願って、はい、お待ちしてます。素敵な写真でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。次行きましょうか。次はそうすると、はい、これ？こっちか？そうですね。こっちですね。金ピラゴボのお二人、キャンシー、こんばんは、オン。ブルーミーですと。はい。ブルーミーさん、ありがとうございます。今週コロナ感染者300人超え、うん。ずっと更新してますよね。これはちょっと大変ですけども、しばらく写真を撮りに行けそうにないなってわけで、今週の課題に提出したいと思います。テーマの2に沿ったこの2輪2つ咲いている百合の写真を送ってくれました。あ、綺麗ですね。素敵、いいですね。はい、百合はいつ頃咲くのかな。3月とか2月ですかね、きっと3、4月ぐらいだと思う、うん、ちょうどその頃に伊江島とかでもこう百合があったりするタイミングだと思いますが、ちょっと全体的にこうぼかしてっていう感じですね、うん、いいですね。その寄り添って2つとかだとこうやっぱり寄り添ってるとか、はいはい、一緒にいるみたいなのをちゃんとこう写真に収めてきてるのがすごくいいですね、はい、でこう2つ2輪ともちょっとなんか同じ方向を向いてるのも何かちょっと、うん、確かにちょうど こう2輪が収まってるっていうのもいいですね、うん、大きさも大体同じぐらいだし、うんうん、でちょっと2人ともなんかこうなんだろう、頭を寄せ合わせてる感じ、はいはい、すごく素敵です。ありがとうございます。ブルーミーさん、さすがですね。ありがとうございます。ほな次はこっちかな、いきます。はい、あ、なるほど、はい、僕はですね、はい、前回、うん、あのキャン氏が、はい、あのたまたま撮影したお二人を、はい、撮ってきました、はい、リアルオードブルですね。わ前回キャンさんが筆箱の写真でちょっとボツになった写真で、はい、筆箱と、いやでもあれが1位でしたけどね。あ、そうかそうか、はい、筆箱と観葉植物を一緒に撮ったのが、ね、オードブルにすごい似てるということで、うん、これ今あのオードブルの2人は、うん、ツイキャスで見えてるんですかね、これ。これ吉森、これ2人、うん、僕なんかの後輩芸人なんですけど、うん、オードブルの写真、これ2人とも、はい、見てくださいね、見てくださいね、はい、で、キャンさんのこの前の写真を、あ、正直してみる、なんか出せます、 見えたりします、ちょっと待ってよ、一回切り替えるね、はい、今回のこ の, あの写真、そうですね、今回の写真のテーマがこう2位なんですけど、うん、先週が、何だったっけ、え、ペンペンっていうテーマで撮ってもらったんですけど、うんうん、そのペンをテーマにキャンさんが写真撮った時に、うん、この作品が撮れたんですよこれオードブルに見えません、さっきのさっきの2人と全く同じなんですよ色味一緒なの、はい、色味が一回もう一回さっきの写真、さっきの写真ここ一緒なんですよ表情も一緒じゃないそうなんですよ、表情も一緒なんです、全く植木鉢とペン立てなんですけど、うん、そうなんですよ。しかもこの右側のこの松田オイルっていうんですけど、はいはい、こいつが扮してるなんだっけ、悪魔のキャラがあるんですけどファントム松田っていう、あれホームページから引っ張ってきていい、そうです、ファントム松田の衣装をちょっと見てもらいたいんですけどちょっと待ってよ、はい、後で出ますので、ファントム松田の衣装がさっきのペンケースと全く同じ色になってるんでそれを見ると多分なおさら
だと思います。ファントム松田の、出ました。これちょっとあのファントム松田にこうちょっとあの寄せること寄れます、寄れます。ファントム松田のこの色使い見てください、はい、内側がちょっと赤、はい、でこの外側の布がこの黒生地なんですけど、はい、筆箱いきます、筆箱の写真ちょっと入れたら、はい、はい、今の色合いをちょっと思い出してもらってもうまんまなんですよこれ、たまたまですけど。でこのちっちゃい植木鉢の色合いはもうそんまま、うん、もうそんまま、そんままなんですよこの子なんですよ、そんままこの子が土なので、もともとが土から生まれたんで土から生まれたんで、土から生まれた地面からグムグムグムって出た子なんで、はい、なるほど、ね、お二人の写真を撮ってきました。次行きましょうか。いいですね。ちょっとあこっちこっちかな、ここですかね。はい、すこれがでもあるか、普通のメールだから先にここ行こうかな。ね、おいす、ありがとうございます。おはようございます。こんばんは、シュプリームですと。シュプリームさんありがとうございます。テーマが2ということで、可愛い2人の孫の写真を送ります。シュプリームさん孫いるんだ。はい、可愛いって言ってあげてくださいって、じいちゃんは昇天してしまいますと。はあ、かわいいね。あーかわいい、かわいい、あーかわいいね、めっちゃうんこみたいなソフトクリーム持ってる。ほんとだ大丈夫かこれこぼれない躍動感すごい、これほんとにソフトクリームか、いやほんとよ、見てこれうんこ、はい、いきます、紙粘土みたいだけど、あーいいですね、娘さんかなですかね、シュプリームさんも、うん、かわいいな、ちょっと後ろにもなんか男の人いましたね、なんかこれ後ろの男の人は普通にこれさっきの剣道してた人じゃないか戦争時にいた人、戦争時にいた人、戦争時の人戦争時の人俺なんかの特定の写真に写り込まないでほしいな時空を超えて、あーいいですね、いいですね、かわいいですね、中心前ですね、ぐーっとね押し込んでね、うん、なんか言ってますね後ろの男の、ね、戦争時の人には気をつけないよみんな知ってるんだあの戦争時の人とてもいいです、はい、これ一番最初のとかよかった、ね、かわいいですね、ちっちゃい子たち中でポテトを渡してるのがいいです ね、かわいらしい、髪の毛もなんかこうちっちゃい子のね、そうそう、髪の毛のかわいい、かわいいよね、あのさらっとしてるの2人とも、これこれ切って持って帰りたいですね怖いわ発想がありがとうございます。今日はこんな感じですかね、はい、あ、そっか、キャンさんのやっぱりあります、キャンさんの欲しいな、キャンさんはツイキャス出します、キャンさんのツイキャスで、はい、せっかくなのでご自身で、まあ、どういったテーマなのかもちょっと紹介してもらいながら、はい、2ということなので、はい、ひとまず見てもらいましょう、なるほど、これです、あら、お、パソコンと、パソコンと、はい、はい、暗い中、はい、2ということなんで、はい、ハッカーバイナリーコード、はい、二進数ということで、おー解けねしかも一応これちゃんと自撮りです、あ、置いてからちゃんと置いて角度計算して、はい、なんていうんですか、僕ちゃんと自分で操作して撮ってます、すげえ、やっぱりこの後ろのね夜景しっかり活かしながら、うん、自分の手も自分はちょっと影暗くしといて、はいはいはい、明るいとちゃんといいあのハッカーっぽく、これはこれなんかもっとグッとハッカーっぽくなりましたね、うん、実はあの画面こんな感じで、でもちょっと雰囲気出したいなと思ったらこういう感じ、はい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 、なるほど、はあ、です、いいな、ありがとうございます、ありがとうございます、ブルーミーさんが分かりづらってきてますけどもあその気持ちもすごく分かりますあえてです、あえてですね、そう、この玉ボケがね美しいですね、後ろのこのまんまのまばゆい感じがすごく素敵でした、
もうブルーミーさんはもう森光の勝ちって言ってますけど、はい、森光のはでもちょっともう反則なんですね。あれは反則ですか？反則技ですね。かぶせっていう行動テクニックですけどね。いやいや、かぶせは写真にはいらないです、うん、写真はこういかにこのオンリーワンを出せるかが問題なのではい、はいはい、気をつけてください。わかりました。今日のじゃあ今日の優勝、はいね、毎回タイガが決めてますのでベストオブショット、はい、今日の、はい、テーマに優勝は、オードブルショットです。やったいやもう反則技とは分かっていましたけど、はい、やっぱりしっかり超えてきてますねあの二人見たくなるんだよな。あの二人見たくなるんですよね、うん、どっちもクソ野郎なんですよ、ね、あの二人腹立つんだよな。目の奥に二人とも輝きがもうなくなった方たちなんですけど、うん、一応今日撮ったんですけど、はい、あの配信があったんで、はい、ちょっと来たらいいっすかって言って、撮っていいっすか、こっち座って背筋ピンとしてくださいって言って、うん、そしたらこの表情しようって普通だって少しでもなんかどっちかによるんですよ、ね、なんかキュッとこうなんかそういう風に寄せるか、映る時のね、うん、なんかスイッチみたいなするべきなんですよ、芸人とか表に立つ仕事だったら、うんうん、あの人なんかはもう本当にずっとノーマルがあれですからね何も笑い取ろうとか何も思ってないっていう等身大ツイキャスをご覧の皆さんにもう一度見てもらいましょうかね。2人の、はい、死んだ魚のようなオードブルの目を、はい、見てもらいたいと思います。注目してもらいたいのが2人ともなんか手を組んでるのがまた腹立つんですよね、うん、なんかもう言い寄られるの一番嫌だ2人だね。確かにこの2人とちょっと面切って座りたくはないな。うちのサークルに入らないかいやばいやばいサークルだろどうせでもなんか、ドラマとかでありそうだよね、映画のなんか、ね、うん、2人ともこう無理をしてないのがまた、うん、無理をしてないショットを取り切れた、うん、ちょっとここはちょっと今回森光さんの ありがとうございます、良さが出たんかなと、はい、俺の方が年上でよかった。そうですね、あの元氏の年下だったらちょ完全に舐められてます、はい、いやー2人も皆さんもね、この2人にはちょっと、うん、あの要注意で、はい、見てみてください。絶対あの絶対生では会わないでくださいこの顔にピンときたらピンときたら本当110番でお願いします別に悪いこと何もしてないんですけど吉森さん、はい、一回あのメールだけ読もうか。あのそうですね、奈々ちゃんの一回 CM 行っていいですか。はい、OK です。一度 CM 行った後に奈々ちゃんさんからメール来てましたんで、はい、それ紹介しましょう。はい、CM です、どうぞ。ああ面白かったな。あの写真をオードブルって表現する君たちが素敵あの写真、いやあれマジであれ2人の宣材写真にしていいぐらい出来が良かったな。あれは本人たちは納得いってないみたいだけどなしてかな。また本人たちが納得いってないのもぽいっすけどねユーミンさん遅くなりましたが、こんばんは。ありがとうございます。 ますあ、ダビちゃんも来てますね。あ、ダビちゃんにだけ反応すんな。ダビちゃん今週多分誕生日だったと思います。気持ち悪いな誕生日把握するな。今日まだね、5月なの。おそらくですけどね、スタバに行こうと思ってたのも、はいはい、この子にプレゼントを買おうと思って。吉森に渡せます2人にちゃんと用意してます。待って、はい、じゃあジングリます。いや森光さん強かったっすね。いやブルーミーさん合ってるのかな。元に戻ってるかい。これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの。きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。 FM ギノワン FEC 中道金曜日きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、生放送でお届けしております。はい、シンプルメールが1通来てたので紹介しましょう。はい、じゃん。
きんぴらごぼうのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ナナですと。ありがとうございます。先週の日曜日、親にですね、最近勉強してないからやった方がいいよと言われて、はい、ダイソーで漢字と計算ドリルを買ってもらいました。あ、ダイソーにあるんですね今ね。結構あるよね。でも、あ、うん、いいですね。特に難しい、計算が苦手なので、やってって言われてもやり方を覚えられなかったりして、どう計算したらいいのってなったりします。はい、一番苦手な問題を写真に載せておきますので、2人は解けますかと。お、挑戦状です。挑戦あ、まあまあまあ、これはダイソーが悪いわ。うん、なるほどな。計算、算数の計算なんですけど、はい、面白い。でもなんか問題ですね。時間の計算ですね。1分10秒は、うん、何秒か、70秒とか、そういうこう。でも4日って言われたら急にさ、うん、まあ、24×4 だけど、うん、パッとこう出せないかもね、うん、なかなか、まあ、あんまり出す必要もないですしね、うん、確かにそこは変換はまだよしとして、うん、この右の差し引きがやっぱりむずいっすね。ああ、あの数字だと十進法なんで、はいはい、うんうん、こう桁がね15に上がってきますけど、分数は60で1時間ですから、はいはいはい、その計算がちょっとめんどくさそう。9時間40分引く、7時間17分とか、うん、そうそうそう。でわざと分数が少ないのから分数多いの引いちゃってるじゃないですか。はいはいはい、なんかちょっと悪意を感じますね。ダイソーが、あ、こっち、こっちの方はまだいいんじゃない、うん、ね、穴埋め計算、ね、四角足す5は9、9になるよと。四角は何でしょうっていう感じですよね。こういうのをやりたいですね、シンプルに。楽しいですよね、うん、ただ俺これ速度競われたらちょっと厳しいんだよな。あ、早くできないですね。できます、なんか。いや俺だからお金の計算も最近できなくて、4桁だから千何百円引く何百円とか、うん、もう頭痛くなって計算機しか使わない重症だな、うん、あるよな確かに。本当に、あのなんか無駄に小銭出しちゃったりとかする。はいはいはい、これなんか会計の時とかにってことです、うん、1260円、はいはい、で2000円手元にある、はい、でも小銭もいっぱいあるから、うんうん、2110円とか。ああ、なるほどね。出していくら返ってくるんだろうっていうワクワクに出まって計算はしない。これを出したらいくら返ってくるんだろうっていう。でも自分の中でさ、うん、あの例えばさ、ちょっと複雑な計算して、うん、500円返ってきてほしい、うん、1500円とか返ってきてほしい時とかに出したら、うん、店員さんがあ、これ小銭はやられる時あるよね。あれはずいよないや違う、俺はまとまった小銭にしたいからなんだけどな、うん、みたいな時あるよね。でしかもこれいらないです、これはあえて返され、うん、返されたらちゃんと500円で返ってきたりするんだよ。あ、俺結構、あ、なるほどね、この10円をいらんかったなみたいなとかっていうのは結構、はいはいはい、むずいっすよね、あの計算意外とパッとできないもんですけどね。レジと勝負してるんですか。レジの人と。わかります、とても気持ち。ナタさん勉強頑張ってください。裏切らないので勉強はね、うん、吉森さんにも、はいはい、はい、今日いろいろお話聞いていきましたが、どうしますか。ちょっと東京に、うん、いる後輩芸人がいるんですよ、はいはい、メガネロック大家っていう、まあ、毎回こう電話をかけたりとか突然かけたりかけなかったりしてるんですよ。で先週でちょっとこの一通りこのほとぼりは冷めて一旦一段落ついたんですけど、はい、なんか今日また連絡があって、はい、なんかライブ近々やりたいんで告知させてください、はい、あ、はいはいはい、生意気な子がいるんでちょっとだけ電話つないちょっとだけ一回ぜひぜひ。じゃ あ、 あでも今日あれだな、ラインコードがないな、コードがないなっていうことですので、じゃあもうやめときますか。やめときましょうか親への電話は。あ、お、来た、あ、来た、コードがすごいスパイダーマンみたいなやつで来たけど、いや今日本当吉森とね、うんうん、もうなんか水入らずで話したかったんですけど、一、うんうん、回でも一応電話してから大丈夫、大丈夫って。そうですね、口本当にやるってやるっていうの確認した方がいいかもしれないな、うん、確かにそれはあるかも、うん、意外とお願いしますと言ってたけど、うんうん、
いやちょっと今日やっぱり厳しいですみたいなこともあるかもしれないから、うん、ちょっとやっぱ電話してみましょう。あ、来ました。あ、来ましたね。出ますかね。出ないかもしれないしな。あ、もしもし。もしもし。もしもし、はいはい、お疲れ様です。お疲れ様、おや、うん、はいはい、あのちょっと今日お昼ね、あのライブの告知させてって連絡あったけど、あ、うん、スー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 ス、うん、はいはい、どうする、やりたい、やりたい、なしでお願いします。あ、じゃあまたなしね、また今度ね、今度ね、ありがとう。ちなみに、はい、ちなみにいつライブある感じ、いつ、ちょろっと、ちょろっとだけ聞くだけだけど、今日決まったライブなんですけど、うん、来週の木曜日にあります。来週の木曜日ね。あ、オッケーオッケー、はい、オッケー、またね、これはもう別にいいよね、あのどこで見れるとかそういうのは特に、あ、もう本当に全然あのゲストさん優先でいいので、僕は本当に優しい人だ。ちなみにどこ、ちなみにどこ、ちなみにどこで配信、あ、ちなみに東京であの無観客の有料配信をやりますので。あ、なるほど、はいはいはい、これはなんか、はい、どこのサイトで見れる、まあ一回そこまでは、まあまあ一応一応聞くだけだけど、ね、まあ、あのしっかりは言わなくていいけど、うんうん、どこでどんなところで見れる、ちょっと濁しながら教えてもらっていい、うんうん、ちょっと濁しながらですか、うん、まあネットで多分ヤフーで、うん、なんか検索とかかければ何かしらで出てくると思います。なんて検索したらいいかな。FEC 辞めた人で検索。出るかや。いやー、そこまでそこまで知られてないから。ライブ名は何、ちなみに。ライブ名、ちなみに。ちなみに。ライブ名はあの、うん、スケロクです。あ、スケロク。あ、間違えました。はい。何？あの、せいろがん五条のもうライブです。オッケー。オッケー。じゃあ、それで、周知してていい？あの、一個だけ言っといていいですか？うん。あの、僕、モノマネのレパートリー8個ぐらい増やして準備してたんで、ただそれだけ伝えとこうかなと思って。モノマネが一応うまいわけよ。あ、ちょっとじゃあさ、もしかしたら、じゃあ、大家近くに誰かいたら。誰かいて告知なんかできたりするかな？大家の代わりにさらっと言えるんだったらその人に代わってもいいよ。うん、あ、わかりました。いるんだったらでいいよ、別に。あ、います、います。うん、まあちょっとあの人間っていうか動物なんですけど。うん、あ、まあまあまあ、でもなんか動物っていうか、まあ、じゃあちょっと代わりに告知お願いしていい？うん。おはよう。みんな聞いてる？あら、やばい。これ誰これ？スティッチだよ。あ、これはやばいな。スティッチはちょっとやばいな。スティッチはもう。最初 の、あの調子乗った女子が最初にやるやつだから、うん、クレヨンしんちゃんとスティッチは、はい、はい、あ、誰これ、誰どうも、どうも、たくぼさとしです。RBC アナウンサー、たくぼさとしさん、たくぼさとしです。そんな感じだったっけ、たくぼさん。あの、みなさん、あの、あ、今日はやめときます、ね。さっきちょっと出かけてたよ、誰か。ねえ、誰か出かけてなかった。変わってあげた方がいいかも。変わります、うん、変わってあげてみて、うんうん、うんうん。皆さん、こんばんは。東京都知事、小池百合子でございます。疲れてるはず、多分その人。変わってあげて、おや。あ、なんですか。一番自信作持ってきよったな。おい、あ、いいです、今日用意してた8人は全員ぶち殺します。え、金髪先生ですよね。私が責任を持って射殺いたします。怖っ。助かった、助かった、ありがとう。ちょっとなんかその大家さんがお笑いライブやるってことなんですけれども、はい、はい、あの武田鉄矢さんはなんか詳細とか知ってます？あ、僕が知ってるのは FEC 辞めた人で検索したら出てくるということです。いや、出てこないですよ、自分だけハマってるな、これな。あ、詳しくは、はい、ロフトヘブンというですね、はい、会場のホームページか、あのメガデロックウェイで検索したらね、何かしらの情報出てきますので、ちょメガデロックオーヤで検索した方がいい、早いかな、じゃあ早いですかね。そうですね、 SNS とか、それで検索し、あ、そうですね、あ、本当にきっぴらごぼうのお二人は優しい症例だ。OK、 ありがとう。もしも、もしもし、もしもし、まだな、うん、ごめんごめん、元気でな、元気で、本当に
過去2回が良かっただけだこれは。過去2回が良かっただけ。今日もいいですよ。はい。良かった良かったよ。元気で。うん、とりあえず吉森さんとはベストコンディションの時に会いたかった。いや吉森もでも終始笑ってくれてましたよ。はい、あもうそれは本当かどうか後でツイキャス見たら分かる。Okay、じゃあありがとうね。ありがとう。いやとんでもないです。うん、また2ヶ月後、いや1年後でお願いします。いやもう来週にでもかけますので、はい、またストック用意しておいてください。そうですね、もう喉を殴っとくんで大丈夫です。何よりも。いやまあでもスティッチは悪くなかったけど、まあ、どこに持ってくるかなっていうのをまでちょっとやってくれたら。一応あとあったのがFM 沖縄の流れてくる外人の独特な言い方と原始人っていう2つしか用意してなかったんで。やらなくて正解だそれは。そうですよね。ちょっと今すぐに破り捨てたいと思います。じゃあ一応元気でっていうことだけは。オッケー、お疲れ。あやばい、いや今日ダメな日だ、ごめんなさい。お疲れ様でした。いや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 、酒飲みます。お疲れ様でした。 ありがとうね。あ今日ダメだ。ごめんなさいね。大家さんは外さないですね、やっぱり。うん、無観客有料ライブ、はい、メガロッコやトークライブ、スケロック、ボリューム5ということで、はい、東京のライブハウスから、無観客で有料配信をするということで、うん、ゲストさんもいろいろいてですね、まあ、トークあり、うん、ネタありらしいですよ。ちょっとあんま詳しく分かんないですけど、6月3日木曜日、詳しくは、このロフトヘブンっていうこの、ね、ライブハウスのホームページの方にあるらしいんですけども、ぜひ、まあ、メガネロック大家の SNS 見てあげてください。よろしくお願いします。メガネロックカタカナ、大家は大きい屋根の屋根、屋根の屋でメガネロック大家で検索してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。吉森ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、ちょっとコーナーとかも持ってきてもらったのに、ね、娘トークばっかりしてしまって。いやいやよかったです、いい話ができましたんで、また時間ある時に来てください、はい、ありがとうございました。ということで、キンピラごぼう、キンキンピラピラ、お星様ラジオ、来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ、星に変わって、お仕置き用だけ、うん、はい、せーの、お仕置き用。アデュー、アデュー。みんな笑ってなかったな。いや笑ってましたよ。笑ってますね。笑ってよかったよかった、ね、よかった。じゃあまた、次の放送がありますので。そうですね、ありますので、はい、ご覧においとましたいと思います。はい、吉村ありがとうございました。いや本当にまだなんか定期的に、はい、あなんかあれ告知とか全くないな。じゃあちょっと俺も、はい、なんか持っていきながら、はい、持っていきながら、はい、なんかまたできたらやりましょう。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。あ、ラビちゃんもありがとうございました。ラビちゃんだけに反応すんな。だから達者達者、あ、久しぶり。